あれからいろいろ試行錯誤しましたね。この、単眼鏡とそれから W850M、 それからあのビクセンのユニバーサルアダプターですね。これですね。あのこれによるですねコリメイト撮影なんですけども、少し工夫をしまして、まずこの部分ですね、この部分で、光軸調整をあの少しやりやすくしてます。前の時はね、あの単眼鏡についてきたあのアタッチメントであのビデオとあのユニバーサルアダプターをつないでたんですけど、今回はね、あのこれでね、あのこのネジで前後できるようにマクロ用のスライド台を入れてるんですわ。これですね。はい。で、スライドして、で、前後の位置を決めたら、これでまあ、ロックするっていう。で、今まあ、その他にですね、あの、ドットサイトの代わりにですね、実はワイプ画面を使うというのをちょっと今、試してみたんですわ。今ね、マクドナルドの看板映ってますけど、見えますかね。はい。ちょっと、これ以上近づくと、ビデオのピントが合わないのかな。うん。で、今、まあ、合わせた状態なんですけど、このマクドナルドの、位置を、こちらのね、小さい画面ですね、ワイプ画面の方で、おおよその見当をつけてるわけですね。窓枠の3の、何番目にあるかとかっていう。ただ、マクドナルドね、目標遠すぎるとほとんど、ドットサイトの意味ないっすよね。実際にはまあ地理知ってるんで私も見れますけど、FZ 線の方で映してるマクドナルドの看板がこれですね。真ん中に小さいの見えてると思うんですけど、992ミリで今見てます。で、これを、まあ元まで引き伸ばしてくると、こんな感じになるわけですね。で、まあこれでマクドナルドがすぐにわかんないようにですね、こちらのですね、なんていうんですか、ビデオのワイプ画面でもやっぱりマクドナルド自体はとてもじゃない認識できないですよね。もう少し近い位置にあるものだったら、ドットサイト代わりに使えるのかなという気はしてます。肉眼でね、せめて、わかる範囲。ただ、それを超えちゃってる、ね、倍率で映れますからね、うん、結構ね、ピントもね、合う範囲自体は少ないですけど、まあまあ、もう少しピント合わせを詳細にできる、望遠鏡ならきちんと合うのかなと、うん、そういう感じです。以上です。